シェルマンのクォーツ時計、ワールドタイム、ミニッツリピーター、クロマゾネです。サイドスライド式、ミニッツリピーターに、ワールドタイムなど、複雑機能を搭載した人気コレクション。パテックフィリップを彷彿させる、エナメル仕様の有線七宝デザインが最大の特徴です。本品は、限定999本モデル。文字盤は、世界地図柄の多色使いの芸術と言われるクロワゾネダイヤル。ローマン数字とシルバーハンドの組み合わせに時刻調整とともに連動稼働する 24HK リングがレイアウト。すべて手作業のため一つ一つ異なるエナメル色のコントラストが美しい作り込みが秀逸な風貌デザインです。 SS ケースはフットシベゼルサイドスライド式プッシャーのラウンドホリム。裏蓋はサウンドを増幅させる穴が開けられている共鳴蓋です。バンドは専用の3連ブレスレットを装着しています。国際時計博物館の永久展示品にも認定された時計の枠を超えた芸術品ともいえる価値ある一品です。コンディション、文字盤、ダイヤル、特に目につく大きなダメージはありません。文字のかすれ消えもありません。針にサビなども出ていません。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。大きなへこみなどもありません。風貌、軽いシレ、小傷が認められます。日常装着時の視認性は十分に確保されています。ブレス、バックルにメーカーマークが確認できます。シレ、小傷が認められますが、すぐに装着可能です。操作方法。リューズを引いて、付属の工具で、1-1のポッチを押し込むと、針が動いて時刻調整ができます。長押しすると、早回しできます。そのままの状態で、左側のスライドレバーを引くと、ミニッツリピーターが鳴ります。付属品、ボックス、レッカーリン、トリセツ、専用工具。日差はクォーツで問題ありません。ラグ幅20mm、ケース径は横約 37mm、 リューズ含まず縦約 44mm、 厚さ約 12mm、 腕回り 20cm 前後です。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。